スポーン、スポーン。はい、どうも皆さん、こんにちは。MSS プロジェクトでございまーす。イエーイ。今回はこちら、クエストルーム。クエストルーム。私が FB37 です。そして、クエストをこなしていく男、キックマックスです。アルモットです。エウです。では、早速プレイしていきましょう。お、来た。さあ、このゲームはもうね、基本的には脱出ゲームですね。4人で力を合わせて、この空間から脱出しよう。よし。ナーキくん、ナーキくん。あ、デスゲームさんだ。あ、デスゲームさん。ちょっと、読んで読んで、デスゲームさん。幸運にもあなたは選ばれたので、ここやにやってきました。私が、ちょっと待って、今設定しながらだったんで。設定しながらだったんで、ちょっと。いいよ、設定しながらでいいよ。私とかなかった。だがあなたがどこまでできるのか、それ私にこう楽しみにしています。のろすぎるだろ。のろいなあ。あ、いた。行くぞ。はい、行きましょう。次のデスゲームさんに行きたいな。あ、行った。左シフトを押すと走ることができます。書いてくれる。走りながら C を押すと滑ることができます。本当だ。スライディング、スライディングだ。おお、ダブ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 。死んだ。やられたの。死んだ。言ってなかったんだけど。ちょっと残機や。スライディング しながら死んだぜ。残機30だから気をつける。びっくりした今の。これサイドボタンとかにして、クソ。いや、わかる。そうだね、今うちに設定する。うわ、むずいぞこれ。マジか。いけるか。うわー、 C むずいな、このエーペックスっぽい動きで。よし、一発食らっちゃったけど。おぉ、うらぁ、きっ、すげぇ。いや、マジで重なり合った瞬間に走り出すぐらいじゃダメだよ。よし、スライディング、スライディング。うそ、今相当頑張ったけどな。スライディング、すげぇ。よし。今一発食らったんだけど。ちょっと待って、もうこれ映画とかならもう全滅してるぞ。ちょっと分かって、ギリギリやんなきゃだよね。ギリギリ。結構ギリ。まず一人死んで。影見て。うわー、そっちはダメだろ。おー、ねー。禁止だよ、もう。もう多分、片腕ないよ、この HP。え？タブを押すと残機が。友達の近くへ、いつ。で、何しやがる。あ、おらー。あ、行って F を押してみましょうか。よかった。行きまーす。30回も生きられない。このジャンプ何なんだ。あ、うる、うる。お、壁にめり込む。おいおいおい。おい、誰だ、一歩したやつ。端っこのがいいんじゃないの。よし、したやつ誰だ。ゲラ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 。おい、危ない。お先、やべえ、エオエオが先行ってる、あの野郎。うえ、これは別にさっきやべやべ、はるかに難かった。さっき比べたらはるかに難だ。これはさすがに現実でも避ける。現実はきつくない。やぶねえ。やぶ、なんだこれ。3つあるな。ちょっと待って、なんか読んでみよう、これ。死にたくなければ時計に注目。やめろやめろ。どっから来たの今の。面白いわ。やめろ。最高だったよ、アロマ。もうこれ基本壁いないと危ない。危ないね。やっぱ一番怖いの人間だった。こっちもトゲ注意。危ねえ、危ねえな、お前。せっかくだから、俺は真ん中の扉を選ぶぜ。トゲに注意するべきです。トゲ？俺、さっきのパワーアップバージョン？どうなんだべ。横に見て、本当に近くまで行って。危ねえ！あー、危ねえ！無理、無理、むずい！じゃあ俺、端っこ。え、これ。いやー、あれは、俺も端っこかな。うおー、そういうことか。いてー、何、後ろから来たんだけど、ちょっと待って、いてー。いてー、てーてー。いてー。あいつ死んだら。おっ、おー、え、これ無理じゃない。いてー、何これ。
これもう間を抜けた方がいいんじゃないの。まだまだいける。あ、こういう。これ下、ちなみに下はこれ。ほら、これ下いけんの。ほんとは下もある。おい。いたーい。逃げてった。え、これ1枚ずついけんの ?1 枚目はいけたけど、いや、割と超シビア。だから横から見て。え、ああ、避けれんのこれ。うわ。ああ、きついわ。ね、これむずいぞ。あ、本当だ、いける。あ、よし、すごい。いて。相当シビアだ。いやー、てめえ！いけた、殺人鬼がいます。残り3枚ぐらいになったら走っても通り抜けれると。よし！へぇ、うっそー！さっきやってたけど、どうだろうね。あ、それはスライディングだろ。ああ、おー、いや、ダメージ食らいまくってる。トゲで食らってんじゃない？トゲだね。うわぁ、あ、横から見たらね、めっちゃわかりやすい。うん。うっとんだ。ていうか俺らまだあんのか。あるあるある。よし、じゃあ行こう。もうすでに見えてるけど。まあまあまあ、この辺は一人ずつ行け。あ、早い早いか。通り過ぎれば。よしよしよし、行ける行ける行ける。さっきと比べたら簡単すぎていける、うん、さっきと比べたら全然簡単だ。次暗いから気をつけろ。何？暗い。くそ。長いが。お、あれ、あ、おもういけんじゃん。あー、暗い。あ、オッケー。おお、ほう、Q を押すと回復アイテムが使用できます。やったー、優しいじゃん。おお、いつも無理だ。回復。イエーイ。え、回復アイテムあったよ。あ、終わった。ここに、あの、8つぐらいあった。回復アイテム。いや、やっぱ、そうか、うん、ダッシュ途切れるんだ。で、俺とキックンが1個ずつ使って、俺が4つ取った。うん、おやばい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 。お前、ここでやらないとやばいぞ。やばいやばい、危ない危ない危ない。あっちにここから飛び降りるなって書いてる。見てみよう。なんか顔文字書いてない、あそこ。キックンどう？飛び降りてみては。やだよ。やだよ。行け。せっかくだから、俺はこの赤の扉を選ぶぜ。お、ダメージ食らってる。え？カイジ。え？いやあ！え？飛び降りるな。ひでえよ。どういうこと？カイジだった？うん、カイジだった。え、どっちみち行っちゃダメってこと？ああ、死ぬよ。ま、でも行く場所なくない？じゃあ真逆じゃんじゃん。いや、普通にそのまま左右に行けばいいだろ。え、だって行く場所ないよ、これ。後ろに戻るってこと？ああ、多分そうじゃない。わあ、ぶね、びっくりした。はあ、うわ、嫌なんだけど。ちなみに死んだらまた最初からが気をつけるよ。いいね。うわ、やべえ、これマジむずい。おぉ、真ん中はダメなんだな、ここ。うわぁ。え、ちょっと待って、怖えんだけど、俺。おぉ、ちょっと待って、これマジやべえんだけど。ここまで戻された。サイドのあれ、なんかクリアしたいな。確かに。もうここをクリアしたらクリアでいいんじゃないの、このゲーム。ね、そんぐらいは割とむずい。あー、高いやつ低いやつなんだ。うえー、これどうやんだろうね。下に
来たやつってどうやって飛んでかわすのあれ。ジャンプじゃない下は。ギャー、右と左さ高さ違うのよね。あ、こういうこと。お、あ、乗った。うわー、え、乗れんのあれ。なるほど、右から出してるやつか左から出してるやつかでかわし方が変わってくるってことか。変わってくんじゃない。いやでもね、トゲが下から来るから。あ、違うわ、これ分かった。えよよ、何、あの単純に、ま、真ん中走っちゃダメだこれ。いや真ん中走っちゃダメってよ。え、知ってた？トゲが出てくるでしょ。だからトゲは左右みたいな感じで出てくるんだけど、あのチェーンソーも端歩いてたら当たんない。嘘。うん、俺が見せてた。1個分空いてんのか。いいか、ほら本当だ、当たんない。アルマ、この飛び降りゾーンは。いやー、これどっちもやばいからな。この後よ。あぶねえ。アールもいいね。振り落とされはしないのね。うわ、むずっ。体感がすごいからね。タイミングで行くしかないんだ。あ、もう止まんねえんだ。止まんないね。止まらねえよ。止まるんじゃねえ。何？もうないの？マジで。ないよ。俺が全部取ったからね。甘くない。うわ、ビビる！どっからだ。おい、こっからか。まだか。ここだ。うい。よく行くな、すって。ああ。いい、怖い。ああ、ダッシュの方がいいかな。ダッシュだな、これ。おい。おい。うわー、焦ったー。意味深な壁は。あー、ぶなっ。誰かチェックポイントに行ってくれ。すげえ、アロマあそこまで行ってる。うわー、お前も回るのかよ。あー、お前のことは忘れない。うわー、もったいねー。今はもう迷っちゃった。ねえ、なんだこっち。あの残機なくなったらどうなの。え、今残り最後の1個じゃない。あ、これが最後の1個か。なんだ、死の壁。ああ、ああ、なんだこの死の壁って。お、すげえ、あるもん。あ、死んだろ。死んだのかよ。死の壁だ。死の壁に触ったら死んだわ。え、あ、いてー、また30もらったー。マジかよ。やるあいつ。やるってあいつって。すげえ、俺間に挟まった。俺抜け道や。え、機械と機械の間に挟まった。ここから下に行ったら無理やり。きたー。死んだ。死んだ。不正は許さん。不正はダメ絶対。なんとかこの下に行けん。ショートカットできないよ。うわ、ね、ちょっと。いやー、ここ乗っちゃう。あー、あともうちょいだったのに。ちょっとスライディング、スライディング。うわ、いや、だめ、なんか見えない壁だ。スライディング。あー、ここ乗っかるんだ。あー、だめだ、見えない壁だ、やっぱり。へぇー。いえー、もう。これに乗っかっていく。いける、いけるぞ、いける。あ、行った、あいつ。これだー。すげえ。ちょっと待って、こっからどうする。戻ってきた。あ、戻ってこない。オッケー、オッケー、オッケー、オッケー。うわ、痛い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 。わー、もったいねえ、もったいねえ。痛い。どこ乗った。いや、あのね、スライディングして壁に乗ったら、しゃがんで、そのまま機械の、挟まる部分に乗っていける。あー。でもタイミングがわかんない。ちょっと見せてください。普通にこうやって、あ、置いてかれた。普通に。あれ、今いけそうだった。あいつ普通に落ちてた。普通に。すげえ。で、あ、行ってない。いや、これで、この状態しゃがむ。まずしゃがみながらヘリを移動できるから。行ってー。おお。
で乗る。うん。でここに乗っちまえばあとは勝手に連れて。すげえ。これはこう。しまった、ちゃんと乗ればよかった。あ、でそこでそうしゃがんで最後どうすればいい。最後ね、端まで行ったら乗れるとこがあったからそこに一回乗る。 あもうそのまま進んでいいよ。うん、とりあえずで多分乗ることになるんだろうけど。うわあ、あーあーあー、下手にジャンプするから。でもそのまま行けるだろ。よし、うわあ。うわー気持ち悪い、なにこれ。うわうわうわいいやー、ここ俺苦手だわ、このタイミングゲー。あーうわー嘘でしょ。うわーもう倒れにやな、ここ。まだ、いやまだ。あ嘘ーって、あーもう、よし、あー、調子こいた。なあ、どうして？わー、うんこ漏れそうになった今。ちょ、うんこしてくるわ。あーもう、ハブネ、回る壁越えたぞ。マジで？超えた。あれどうやってやった？まあ、あと回る壁の真ん中ら辺にジャンプしていく。次の回る真ん中ら辺を目指してジャンプ。ああ、真ん中予想してジャンプみたいな感じ。そう。ああ、わかったわかった。なんだ今の、なんか通り過ぎたけど。もうここ、もう道すぎるんだけど。あれ？さっきと違うな、これ動き。うわ、やべえんだけど。何ここ、どうすりゃいいの俺は。わあ、やった、びっくりした。ああ、プレイヤーがまだ揃ってません。お前ら車で待たなきゃいけない。マジで？残念。もう1時間もやってて、くさ。まだここしかクリアできないの。よし、進めた。俺行ったけど暇、これ全員行かなきゃダメ。暇だから帰ってきた。すげえ余裕があるこいつ。アブショーどーし。おい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 、同じライン取り。うわー見せてた。ワンチャン、あの回転床回転させてれば確率でそこにジャンプすることできないのかな。あ、上から。そう、いけるね、それ。マジかよ、可能性あるよね。ちょっとやってみよう。完全に慣れてくさ。人間ってやっぱ慣れるんだな。あいつスムーズさがやばい。よし、ここにの飛び降りてこれやる。ないのか。めちゃくちゃそれも難易度高いけど、ここまで来たらもう難易度高いね。ゴールだぞ。うわ無理。俺はここで回ってるからよ。回り続けるから。もうちょっとね。でもタイミングさえつかめば動きは周期的だから、いつか行けんじゃないの。逆にこっちからスライディングでそこまでぶっ込むか。ああ、行けそうだったら。全然足りてない。いや無理だろ、距離的に無理な気がすんな。サイドまで出てないんだよね。あ、そうなんだ。じゃあ厳しいのがやっぱ。うわ、なんだこれ。うわ、危ない、びっくり。俺も来たぞ。おー、アルマも行った。あ、行けた。お、あー惜しい。惜しい。いけそうだった。今タイミング次第だった。さっき言った。うわ、バッチャ入った。よっしゃー。キン君、あの、普通にもうそのままジャンプしていけるから落ち着けよ。はい、よし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 、
もうないよね、なんもないよね。ない、なんもない。やったー、やったー、やったー、クリアだー。むずいすげまだ全然序盤だったんだけどな、あれ。これだって、え、これでルーム1クリア。バルボはパンクズの代わりに使ってください。ヘンゼルとグレーテルのように。ああ、あれ、あれじゃない？あの、多分行けるとこと行けないところ。ああ、そこに。いや、うわあ。ここはワンワンの呪いと。これだって死ぬ。ああ、こっちもだ。これ、うわあ。これ死ぬ。何度も行った？あ、そっか、あれか。カリオンを置いたとこはもう乗れないですよ。あ、違う、道しるべ、あれか。道しるべだね。いや、だってこれもう、だって命使っていくしかないよな、これ。基本そうだね。うん。むしろ正解のとこに光を置いた方がいいのか、これ。なん、どっち。あ、正解のとこに置いた方がいいでしょ。あ、ここもダメだ。2個目のところは、ちょっと行ったらダメ。じゃあこっちだね。ここだ。そう、真ん中だね。ああ、ここだ。ここはギリ。ここ、真ん中だね。ここはギリギリ行けんか。あの、俺が落ちたら、そこまでのところで OK。はい、ここここだな。残機が、残機が、ダメだ。あー、あの、蹴っちゃって移動すんな、あの光。いや、わかんねえ。あぶねえ。ちょっと待って、あのえ、今 FA 落ちたのに帰ってきた。いやマジ、いやー、もう普通に左端だ。そうだね。そんなわけないよな。俺もう地図書いた方が早いぞ。いや、そんなわけない、そんなわけない、ね、どっか絶対落ちるって。これまだ結構距離あるで。いや、そんなわけない。ああ、それでも落ちるんだ。そりゃそうだよな。左は、おこんなんただの命のリレーじゃないか。いや、どうすか。あ、飛んでっちゃった。あれ頼むからライト変なとこに落としたりしないでよし、俺が先行って。そこ左だぞ。あ、その光より前はもう落ちるから左だわ。あ、ごめん。てめえ。ここじゃないの？あれ、こっちかな。結構長いな、これな。めっちゃ長い。長いね。いや、違いはなさそうだな。なんかどんどん光。まあ、ダメだダメだダメだ、スティックが、スティックを吹っ飛ばす。あ、ダメだ。ワン、いや、ワンチャン、ワンチャンなんかいけそうな感じもするんだけどね。うおー、バニホ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 バーイ。今いいとこまで行った、割と。ぜぃあぶねえ。バニホ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 、あーにーよーしよしよしよし。さあ、これ残機がなくなった時どうなる。一番最初だ。うーわー、まあそうだろうな。これは心折れる。もう無理。犠牲者すでに、あれ、全員もう戻ってんの？戻った。犠牲者、うわー、無理だ。300人ぐらいですね。やべー。いや、これは無理だ。